はい、皆さんこんにちは。本日は平成31年、2019年、1月の今日は8日、火曜日の、朝ですね、ご覧のように非常に煙たよりまかれておりましたのでですね、久しぶりにタイムラプスをしようと思いましてですね、録画したんですけども、なかなかどん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 雲が流れてしまってね、あまりうまく撮れなかったんですけども、でも今日の空の状態がね、一応わかると思います。もうどん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 分かれておりましてね、もう全体、空全体、ベールに覆われておりまして、それから、巻いたしばらく経ったラインがですね、どん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 拡散してね、それは何本も何本も出てきてるんでね、ご覧のように、次から次とですね、今日はもう巻かれておりました。で、他の方々もね、まあ、埼玉県は特に、何人か同じような感じだったんですけど、他の地域の方もですね、結構巻かれているようですね。で、ちょっとこのタイムラプスの方はですね、一応撮ってみたんですけども、その全体が煙トレイル雲で覆われてるっていうこと以外はですね、あまりよく分かんなかったんですけども、やはり一つの雲がね、どのように変化するかってことを固定して、ちゃんとそこに座ってですね、固定して捉えて写すってことと、それから後で最後の方でですね、ちょうどスーッとですね、新しい飛行機がね、巻きながら通り過ぎていくのがもうすぐ見えると思いますけどね、やっぱりそういう時にやっぱり、もう何度も何度も言ってますけど、高性能のね、その倍率の高いカメラがね、あれば、多分機種をせあの特定できると思うんですよ。だから、早くカメラを買わなければと思ってるんですけども、こんな感じです、今日はね。結構ひどいですね。で、もうすぐね、終わりの方でですね、スーッと右の方からね、左の方にね、ラインが、飛行機が伸びてきますからね、それちょっと見て、あと、このビデオの終わりの方にですね、先日のやじきたさんの写真いただいたんでね、それもつけておきます。あ、これからね、これ一本できたと、この後ね、右からスーッと来ますよ。ほらほら、あっという間に終わっちゃったんですけど、これタイムラプスだからと終わっちゃうんですけど、本当はもうちょっと時間かかるんですけどね。ということで、今日の状況でした。この後ね、やじきたさんの動画もつけておきます。以上です。はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、この動画はですね、私の録画ではございませんでですね、写真ではございませんですね、新しくカナリア軍団に入ってございましたね、やじきたさん、最高齢のやじきたさんですね、からの写真を送っていただきましたので、とりあえず私の方からですね、アップロードさせていただきます。いずれですね、直接、やじきたさんの方からですね、アップロードしていただけると思うんですけど、しばらくですね、こちらの方からさせていただきます。お住まいはですね、言っちゃっていいですね、八王子の方ですね、お住まい八王子の方です。だから八王子のこれ町でしょうね、町の方からの、1月のですね、これは日付で、6日7日ってなってるんですけど、実際に録画されたのはね、5日と6日かもしれませんね。5日と6日の、これまず最初の写真は夕方ですね。夕方の山の方をずっと黒い雲が覆ってるのと、上空全体ですね、ベールが結構濃いね、白い筋雲っぽいですね。筋が肉眼でもわかるですね、ベールで覆われていますね。だからもう、今年も入って、お正月三が日明けましたらですね、八王子の方でもですね、東京の方でも、巻いているということです。次の写真、これも同じですね。これ夕暮れ時なんでしょうけどね。だからこれから夜もずっと巻くんでしょうかね。だから空に上の方の高い方にかかってるね、ベールというかね、筋雲っぽいところがこれはよく見えますね。はい。それから次の日で、これは次の日の写真ですけど、こちらも、八王子の街中でしょうかね。街中というか、ご自宅の方から撮られたんでしょうか。全体に厚く覆われてる、ちょっとした隙間、合間からですね、ちょっと青空が覗くと、そこにケムトレイルのね、太いラインがですね、はっきりと見えるという写真ですね。で、これはここしばらくですね、北国の、雪国の方なんかでもですね、新潟県、秋田県の方でもね、ニャンスカさんのなどからもですね、連絡いただいてますけども、
雪雲に覆われていてもね、そのちょっと晴れ間が出るとちゃんと煙が巻かれているってことがね、やっぱりはっきり分かるような、そんな写真ですね。巻き放題ですよね。雪雲で覆われてるんですから、その上からいくら巻いても分かりませんからね。もうたくさん巻かれてるんでしょうかね。はい、最後の、もう一個最後の写真ですね。こちらも、全体的にラインがね、ラインがたくさんあって、横のラインですね、横のラインがたくさんあって、それが全体に広がっているという写真で、まあ、かなりひどく巻かれているということですよね。ということでね、とりあえず今回、やじきたさんの方からの写真をですね、私の方から、アップロードさせていただきましたけれども、ぜひ、チャンネルはもう開かれてるんでね、チャンネル開かれてるんで、アドレスは書いておきますから、ぜひ、登録してあげてですね、やり取りしてください。ということです。とりあえず、じゃあ、そういうことで、やじきたさんの、写真の解説です。以上です。